ということで今日は長野善光寺さんからお届けしています、このね、コロナ禍の影響で延期になりまして、なんと8年ぶりのご開帳でございます、今日はね、お参りを済ませてから、サウンドクッキングスタートしたいと思います。それではどうぞトミーのサウンドクッキング。はい、ということで、今日も始まりましたサウンドクッキングです、前回、第3回目、お届けしましたけども、始めと終わりは締めるの法則をやりました、今日はこの、始めと終わりを締めるの法則、いろんなフレーズ、今日はね、いよいよちょっとジャズのフレーズで聞いてもらえればと思うんですが、加工形が連続した時、同じ音でね、連続した時のアーティキュレーション、アーティキュレーション出ましたね、ここから初めて見られたという方はアーティキュレーション、まあ、ここにね説明出ております、はい、これがどうやら、まあ、発音の語学というところではポイントになってくると思います。で、この、アーティキュレーションを使った例をね、今日はいよいよフレーズでやっていきたいと思います、前回第1回目の時でしたかね、ジャズっぽく、あるいはジャズらしい、ジャズ風っていうのを、これでやるとうまくいかないっていう話をしましたね、モノマネと同じで、そうですね、何々っぽく何々風っていうのはそのものではないっていうことですよね。なのでたくさん、本当のいい音を聞いて、歴史上のね、たくさん名演たくさんありますよね。それをたくさん聞いて、それを真似する、もしくは体にダウンロードしてその発音を真似するっていう方がいいんですよね。やっぱり音楽は耳で聞いて耳で、覚えたものを再現するっていうのがいいですね、音楽教育を、まじっか受けてしまうとね、ついつい目でやっちゃうんですよね。なので、まあ、今回のね、私のやってるこの動画ではなるべく専門用語を使わずに別角度から、なので、音楽関係者の方、あるいはジャズ関係者の方から見たらなんじゃそれっていうことが、まあまあたくさんあると思いますけども、ここは語学で捉えてみるという別角度からお届けしております。ジャズ初心者の皆様のね、何かお役に立てればと思います。では本日の一口メモ、味見コーナースタートです。はい、というわけでお聞きいただきましたけども、いかがだったでしょうか、頭のところね、もう1拍目は始まりと終わりの法則なのでタンギングしっかりつきます。そして終わりのところは最後は絶対つく、下向きでも上向きでも、ここはしっかり収める。で、第3回目にありましたように1拍目のつき方と終わり方の違いっていうのがありましたね。ベクトルの示し方ですよね、矢印みたいな、こっち方向に行ってこっちで止まるというのが見えると、音楽的にちょっとベクトルが見えるんじゃないかな、ベクトルが見えずに吹いてしまうとこうなります。締めるの法則の最後と流さずに舌であっていう風にね、はっと止める感じですよね。
これクラシックの場合逆になるんですよ、この分は第5回のところでやってみたいと思います。クラシックとジャズで逆になるっていうのをねちょっとやってみたいと思います。はい、というわけで本日もお届けしてまいりましたけども、ああ面白かったな、おひょっとしたらこれためになるかもなって思っていただいた方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。というわけで次回もお楽しみください。それでは。